横浜 SCC ガールズ背番号7番小林ひなたです。私の最近の マイブームは一人まるまるです。コロナの影響もあり一人で何かをする機会が増え、一人ランチや一人カラオケなどなど一人でいろんなところに行っています。みんなでやるのはもちろん楽しいんですけど、一人でゆっくり過ごす時間もありだなっていうことに気がつきました。皆さんもぜひ一人まるまるやってみてください。日発横浜 SCC ガルズ背番号8番宮下奈々美です。私の最近のマイブームはゴルフです。つい最近始めたんですけど、フォームがとっても難しくて球も思う通りに当たらなくて、でも当たるとすごい楽しくて、これからもっと成長したいと思います。横浜市内の打ちっぱなしにいると思うので、見つけたらお手柔らかにお願いします。それでは私の渾身のスイングをお見せいたします。ポー、前半戦はチーム個人ともに思い描いていた結果につなげることができなかったので、後半戦は結果を出すこと、見ている人がワクワクするサッカーをすることを大事にしていくので、後半戦も熱いご声援よろしくお願いします。前半戦はなかなか勝利につなげることができず、とてももどかしい時間が続きましたが、後半戦は勝利を積み重ねるようチーム戦術や個人のコンディションを上げて、必ず皆様に勝利を届けれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。アサヒインテックラブリッチ名古屋24番ディフェンスの斉藤くるみです。あなたのマイブームは何ですか？ネットサーフィンをすることです。どんなことを調べるんですか？自己肯定感を上げる方法やミニマリストの断捨離の仕方を調べています。アサヒインテックラブリッチ名古屋26番センターバックの黒柳美優です。あなたのマイブームは？はい、私のマイブームは INI を押すことです。押しは誰ですか？タジです。どういうところがかっこいいですか？フワフワしてるところとダンスのギャップがめちゃくちゃかっこいいです。前期でまだまだ足りないところがたくさん見つかったので、自分の良いところをもっと発揮できるようにチームに貢献できるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。試合に出場してチームの勝利に貢献できる選手になれるよう、この中断期間頑張っていきたいと思います。あと、私を見てお父さんやお母さん、家族とか友達にパワーを与えられる選手になりたいです。応援よろしくお願いいたします。伊賀 FC 久野一美恵8番三橋明日香です。マイブームはキングダムです。チームメイトのさやとみおとリエさんにおすすめされて一緒に見てドハマりしてます。伊賀 FC 久野一美恵の背番号11番小川志穂です。マイブームは顔パックです。30過ぎたので顔のケアをしないとと思い始めました。優勝に向けて一戦一戦勝ち続けていけるように頑張りますので応援よろしくお願いします。2連覇に向けてチームみんなでもっと頑張るので応援よろしくお願いします。私の最近のマイブームは携帯でできるマリオカートです。友達から勧められてハマっています。実は持田菜那選手もやっていてたまに話したりします。ぜひゲームが好きな方はやってみてください。
マイブームは単純にインドア派なので家でゆっくりとした時間を過ごすことです。本を読んだりジブリの映画を見たり愛犬のノアとアークと遊ぶことです。最近はお姉ちゃんに勧められてお家にお花を飾るようになりました。前半戦は一戦しか勝てなかったので練習からいろんなことを変えてチームで取り組んでいるのでその成果を結果として残していきたいです。あと一戦一戦大切にして勝ちにこだわっていきたいです。ぜひスペランザの応援をよろしくお願いします。後半戦今季得点数が少なく寂しいので残り7試合で個人的に3点を目指します。守備も攻撃もチームに貢献できるように頑張りたいです。女子サッカーを応援してくださっている皆さん、ぜひスペランザ大阪と私の応援をよろしくお願いします。